はい、こんにちは。社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合なんですけれども、もう年齢的にはですね、老齢厚生年金を受け取っていただけると、こういう年齢にもしなっておられたとしましても、役員さんの場合はですね、報酬が高い方が多いですので、老齢厚生年金が支給停止になってしまって実際は受け取れていないと、こういう方が結構いらっしゃると思います。そこでですね、私どもではそういったお悩みを解決できます、役員報酬最適化という情報をお伝えしております。これはですね、役員さんの役員報酬年間総額は変えないで、支払い方だけを変えることによりまして、実はこの役員さんの老齢厚生年金が、支給停止にはならないでですね、受け取っていただけると、こういう情報なんですね。現在シニアの60歳以上の役員様方に大変喜んでいただいている情報でございます。ご興味のある経営者の方いらっしゃいましたら、ぜひお問い合わせください。